平野市、ーソロデビューへの、道ナンバーアイの未来を担う力。平野市要26、神宮寺裕太25、岸裕太28の3人が新たなグループ、ナンバーアイ、ナンバーアイとして活動を開始することが発表されました。彼らは以前、キング、リンチェプリンス、して活動していたメンバーでファンにとっては大きなニュースとなりました。 この記事では、新たなグループの形成、平野仕様のソロデビューについて、そして、飛べ、という会社の苦戦について探っていきます。新グループ、ナンバーアイ、の誕生。10月15日、元々のグループである、キング、リンチェプリンス、メンバーであった平野仕様人偶自由た、そして、死ゆたがトーベー、とべ、飛べ、合流し、新しいグループ、運べ、ナンバーアイ、 結成することを公式に発表しましたた。このグループ名の由来は、岸優太が考案し、愛にはナンバーワンとオンリーワンの意味が込められており、自分らしく一番を目指すという意義が込められています。これから、三人はどのような活動を展開していくのでしょうか。平野仕様のソロデビューへの期待。 一部の専門家や関係者は、平野志洋がソロデビューすることに期待しています。すでに彼はソロ曲を収録しており、その曲は高いダンス技術を活かしたものと言われています。そのため、ソロデビューは近い将来にも実現する可能性が高いでしょう。特に、 彼が海外での成功を目指していることを考えると、その実現はグループのファンにとっても嬉しいニュースと言えるでしょう。グループへの献身。平野紫耀はソロデビューの機会が多くあったにもかかわらず、それを選ばなかった背後にはグループへの献身があるようです。飛べへの合流後、3人は個人の活動を抑え、新しいグループ、ナンバーアイに専念しています。 この姿勢は、グループの成功につなげるためのものであり、平野氏要が個人への成功を優先するのではなく、グループ全体の力を引き出すことに焦点を当てていることを示しています。苦戦する、飛べ。一方で、飛べ、という会社は苦戦を強いられているようです。元、V6、三宅健也元、 キスマイフトに北山博光、そして7人組グループ、イムップ、IMP が所属していますが、デジタルシングルの売り上げが思うように伸びていないとの報告があります。例えば、三宅さんの楽曲、レディー・トゥ・ダンスはオリコンのデジタルシングルランキングで36位にとどまりました。 同様に、イムップの楽曲も一時は1位を記録しましたが、その後、順位が下がってしまいました。このような状況から、平野市洋、神宮寺勇太、た、岸太の活動が、会社全体の成功に大きな影響を与えることが期待されています。 新たなグループ、ナンバー・ I の誕生と平野仕様のソロデビューにより、ファンはますます彼らの活動に期待が高まっています。一方で、所属会社であるトベはデジタルシングルの売り上げで苦戦しており、彼らの成功が重要な鍵を握っています。ファンとしては、これからの彼らの活動に注目し、応援し続けたいと思います。3